はい、どうもこんばんは、ガクチャンネルのガクです。ですね、今日は実はね、また撮影環境をちょっと整えてみようかなということでね、ちょっといろいろ買っちゃったんで、それのご紹介をちょっとしようと思います。まずはね、カメラ。今ね、今はオズモアクションの方でね、最近もずっとそうなんですよ、オズモアクションで撮っちゃってるんですけど、その前はね、キス M とかで撮ってたんですけど、キス M がね、どうも僕が、まあ、使いこなせてないっていうのもあるかもわかんないんですけど、まあなんかこう撮りづらかったっていうかね、それでももう処分してしまって、で、それからもうオズモアクションメインでね、撮ってます。まあ GoPro ね、ヒーロー7僕持ってるんですけど、ヒーロー7よりもオズモアクションの方がこうフロントにね、モニターがあるので、すごくね、撮りやすいなということでね、そちらの方で撮ってました。で、まあ僕のチャンネルね、ずっと見ていただいてる方っていうのは多分なんとなくわかると思うんですけど、フルサイズね、フルサイズのカメラが欲しいなということでずっと言ってたと思うんですよ。これはね、今見てもらってて、まあある程度ね、今日はもうオズモアクション撮って出しで、特にね、色編集なしで、とりあえずこうなんですか、明るさとかも調整なしで、今とりあえずお出ししてしようと思っても出してますけど、なんていうかな、こう明るさとかね、そんなんがやっぱり室内で撮ってるとどうしてもこう暗くなってしまうと、まあ、こうもうセンサーサイズがちっちゃいんでもう仕方がないんですけど、まあ限界があるんですよね、やっぱりね。で、まあそこら辺もあったんで、でキス M の時もね、そんなにやっぱり改善はしなかった、よくなかったっていうかね、色合いとか何か調整してしまうとちょっと色合いが悪かったりとか、まあ照明でやりくりしてね、いろいろやろうと思ってやってたんですけど、まあそれも限界があるなと思ってて、でやっぱりカメラはちょっと今欲しいなと思ってね、ずっと思ってました。で、もう結論からで言うとね、これ買っちゃったんですよ、じゃんね。まあ機種自体はそんなに目新しいもんではないんですけど、 α7-3 っていうね、まあミラーレスの一眼になります。まあ、フルサイズカメラで、まあ、レンズキットも買ってしまいました。本当はね、僕みたいに自撮りメインでする場合だったら、もうちょっとね、こう、広角のレンズがいいんですけど、まあ、なかなか予算との兼ね合いで、難しいということで、とりあえずね、レンズキットを買って、まあ、それからまたお金ちょっとね、頑張って、調達をして、買っていけばいいかなと、レンズはね。と思ってこれを買いました。でこれもね、ずっと迷ってたんですよ。なんていうか、このカメラの問題っていうのがバリアングルじゃないんですよ、モニターがね、こんな感じでね、バリアングルじゃない。だから自分で撮ってて、わからないんですよね、どういう風に撮れてるかっていうのが。でピントとかも合ってるかどうかがわからないっていうので、まあそこら辺のあれがあって、だ次ね、新型が出たら買おうかなと思ってたんですよ。ちょっと我慢っていうかね、待とうと思って。で、思ってたんですけど、まあ、買った理由としてはね、じゃん、これ。ソニーのね、アルファのフルサイズミラーレスウィンターキャンペーンっていうのを、まあ、今やってまして、2019年11月1日から20年の1月13日までってね。この間に買ったらキャッシュバックがありますよ。で、これね、今までね、多分 α7-3 っていうのはね、該当してなかったと思うんですよ。僕もね、こういうキャンペーンがあったらチラチラっと見て、あ、今回も適用されてないんだなとか思って、残念だなと思ってね、思ってたんですけど、今回ね、これの適用になってて、このレンズキットの場合だと2万円ね、キャッシュバックがあるということで、まあ、なんだかんだ言ってこんなカメラね、あんまり困難が出るってことは、もしかしたら新型が出るのかななんて思ったりね、したりもしたんですけど、まああんまりね、新型が出ても多分高いだろうし、まあかといってこのね、機種が値段がそこまで落ちるかって言ったら、多分ね、あんまり落ちないと思うんですよ、なんだかんだ言ってね。そこまで、まあ落ちるのは落ちるんでしょうけど、だからもうこれを機にね、ちょっと買ってみようかなと思って、ちょっと頑張って、またあれですよ、マップカメラさんのローン組んじゃいましたよね、やってみました。
で、ちょっとね、使ってみて、設定とかいろいろいじってみて、やっぱり僕本当にカメラ自体がね、そんなに詳しく、もう、もともとセルフィーやってたわけでもないので、この静止画の方ね、やってたわけでもないので全然詳しくもないんですけど、ちょっと、なんか機能がねいっぱいついてるんで、わからないなりにいろいろ、とりあえず動画メインなんで、そっちの方の設定をいじって、やってみました。でフォーカスとかもやっぱり結構合うのが早いのは早いんですけど、やっぱりね問題としてはね、これミラーモニターがね、やっぱりこっちに自分の方に向いてないので、ピントが実際合ってるかどうかわからないっていうのがやっぱり問題だなっていうのと、あとこのレンズがね 28mm から 70mm っていうね、やつで、一番広角でも 28mm ということなんで、今これオズモアクションで撮ってるんですけど、本当にねもう距離がね 30cm くらいのところで撮ってるんですよ。だけどこれだとやっぱり 1m くらい離さないと同じくらいのこの画角っていうかで撮れないんで、そこら辺が問題かなと。で基本的に今日もピンマイクでね音声撮ってるんで、音声とかねこういうマイクで別撮りすれば問題ないのかなと思ってるんですけどね。最近だったらこれも全然紹介してないな、これも買っちゃったんですよ。これちょっと前ね、最近音がいいなということで思ってた方もいるかもわかんないですけど、タスカムの、DR-07X っていうね、やつなんですけど、最近これで音声は撮ってますね。これも結構気に入って、このモフモフとかはなんかオプションでね、こういうのはオプションでなんかセットになったやつがあったんで、それも一緒に買ったんですけど、結構気に入ってますね。ということでこれをまず買っちゃいました。でさっきも言ったように自分がね撮れないということで、これ今日届いて今開けたばっかりなんですけど、これもなんていうんかな、これニューウェアでいいんかな、よくわかんないな。モニターね、買ってみました。これね安いね、7インチくらいあるのかな、詳しくはね全部今喋ってる内容概要欄の方にね、リンク載せとくんで、またそっち見てもらったらいいと思うんですけど、1080p くらいまで、の感じでね映像出力ができて、バッテリー駆動ができますね。で7インチだったと思いますけど、モニターで明るさもねさっきつけたんですけど、そこそこ綺麗に映ってました。で、一応外部ね、外部電源も使えます。 DC12V 何アンペアかなちょっと分かんないけど、さっきねちょっと僕持ってるやつやったら使えたんでね、インプットが DC7 から 20V ね、適当にね合う AC があれば使えますね。で HDMI と AV これ入力かな、これあとヘッドホンのマークがついては出力で、OSD コントローラー、なんかよくわかんないけど、USB アップグレード、なんかこれはなんかファームウェアアップグレードするための端子なのかな、ちょっとそんなのがついてますね。でこのモニター選んだのは内製安い、8000円台だったかな、 Amazon でね、詳しくはリンク見てください値段も変わるしね。で、あと僕ね今ねこう照明ちょっと今使っちゃってるけど、 こんな照明を持ってるんですよ、 LED のねこんなやつで、これ今外部電源でね、突き刺してやってるんですけど AC で、でここへねバッテリー搭載できるんですよ。でこれはもう結構前から使ってる、分なんですけど、このバッテリーとね同じバッテリーが使えるんですよ、このやつ、NP-F550 っていうね、型のバッテリーね、これが使えるっていうことで、それだったらいいんじゃないのと思ってこれ買いました。でこのなんかこれちょっともうつけちゃったんですけど、この側も取れます、このこれね。でセットになってるのがモニターとこいつね、これ外れますけどね、この三脚穴がついてて、これカメラの上とかにねピュッとつけれるやつですよね。これとでこれのさらに上にマジックテープでつけるフードかな、これね、こんな感じでつけて、であとまだ開けてないんですけど、これバッテリーかな、バッテリーが1本ついてます。僕ももともと3本持ってるから、
バッテリー1本ね、バッテリーと、で、あと、バッテリーチャージャーまでついて、全部でお値段、8000円ということで、激安な感じですよね。こんなやつね、なんか液晶ついてるけど、なんかな、充電のパーセンテージとかが表示されるのかな。僕もともと持ってるのは、これもね、その同じメーカー、違うわ。また違うメーカーや。同じと思ってた。ここのやつ、これも Amazon でようやるあるやつですよ。で、3本ね、一気に充電できるってね。これをライト用に買って持ってたんですけど、さらにバッテリーが1本とチャージャーがもう1個ついてきたっていう感じですよね。だから、とりあえずね、いるものは全部入ってるのかな、このセットで。あとね、ケーブル類もね、これ多分カメラ、何かな、これ背面固定ができるのかな、ちょっとよくわからないな。なんかこんな金具も入ってました。こんな金具とこのやつね、であとネジね、こんなネジね、であとケーブルがね、この昔ながらのこの3本赤白金のやつね、これと、あ、さっきの AV って書いてるの、これって出力するためのやつかな。多分そうですよね。出力ですよね、あれ。まあ、今ザラザラ言ってますけど、いつもの通り説明書一切読んでないっていうね。で、ケーブルがね、あれ？これついてたやつだよね。HDMI のケーブルが、こういうやつと、こういうやつとついてます。ね、2種類。で、今回ね、僕カメラで使うのはこの HDMI のこのちっちゃいやつね。これ何？ HDMI 規格が僕はあんまよく分かってないけど、なんか大中小みたいな感じで3つあるんですよね。これね。で、ケーブルもだから全部ついてるので、大概のカメラっていうか、まあ、多分に合うように、もう買ってもらったらすぐ使えるように、製品がセットになってるんで、すごくいいなというふうに思いました。ね。実際ちょっとつけてみるとね、結構ね、明るかったんですよ。ちょっと待ってくださいね。どうしようかな。カメラね、つけてみないと分かんないですもんね。ていうか、とりあえずあれしようか、このカメラに、今オズモアクションで撮ってるんで、こいつのカメラに一回切り替えてみて、で、このモニターもね、その映像を映してみて、まあ、どんな感じになるかっていうのをちょっと見てみましょうかね。そうしましょうか。はい。で、あとカメラ関係で買ったのは、まあ、ケーブルね、 Amazon のケーブル、このモニターにもついてきちゃったんですけど、一応1メーターかな、これ。もう買っちゃいました。 Amazon ね、ケーブル買っちゃいました。あと何かあったかな。多分そんなもんかな。うん。で、まあ、とりあえず、じゃあちょっと切り替えてみましょう。じゃあ、ちょっとお待ちください。はい、どうも、お待たせをいたしました。今はね、とりあえず音声は α7-3 の方で、撮ってる音声をね、ちょっと出してみてます。どんなもんでしょうかね。カメラまでの距離がね、やっぱり1メーターくらい、あるので、音声もね、今はもうマイクはカメラ本体についてる、マイクでやってます。どんな感じでしょうね。絵的にもちょっとどんな感じで撮れてるのかいまいち、分かってないですけど、やっぱり明るく、照明環境はね、ほぼ同じような感じのセッティングで撮ってるんですけど、どうでしょう。やっぱ明るいでしょうかね。うん。で、モニターの方なんですけど、こんな感じ。あ、今からね、このマイクに切り替えますね。はい。はい、切り替えましたね。マイクはやっぱり音質はこっちで撮ってる方がね、多分いいと思うんですけど、これ映像こんな感じね。かなり綺麗じゃないです？わかんないけど、なんていうか、なんで、細かいっていうかね、写真とかすごいこう凝ったりする人には多分、まあ、なんかもっといいこうモニターがあればいいんかもわからないんですけど、僕どのくらいの感じで映ってるかが見れたらいいだけなんで、もう全然十分かなね。一応モニターのね、なんかこう設定みたいなやつは
ちょっと明るいモードにみたいなのには切り替えてみたんですけど、ダイナミックモードかなんかがあったんで、やってみたんですけど、ちょっと使い方がまだあまりよくわかってないんで、スタンダードモードっていうので、まあ、こんな感じ。ね。わかりますかね、どんな感じか。まあやっぱりモードはこれ、スタンダードじゃなくて、マイルド、ダイナミックくらいがいいかな。ね。なんかマニュアルで明るさとかいろいろ色合いとかも設定できるみたいですけど、まあ十分かな。これ型が F100 ってやつですかね。F100。このやつ。ああ、やっぱフォーカスも合いやすいかな。すごいね。合いやすいね。ああ、これいいかな。僕はすごくいいかな。とりあえず見れたらいいし。ね。だからオズモアクションだと、こうやってね、近くにピュッとやった時にね、なんかもうすっごいボケててね、あ、今こっちでもピント見れるから、全然いいな、やっぱり。こうやってやった時に。あ、今ありましたよね。うん。だから、なんかすっごいなんか製品のやつ紹介しててもボケてたりするんでね、後で編集の時見たら、それがちょっとね、あれだな、と思ってましたんで。まあそんな感じ。あと、α7-3 ね、一つね、僕的にはすごい大きな問題が、動画撮れるね、連続の動画撮影時間が29分、まあ30分超えるとね、ちょっとなんか税制関係で輸出とかするときに問題があったみたいなんですよ。まあ課税対象になるっていうかね、なんていうの、ビデオカメラ扱いになる、なると関税が高いのかな。で、今なんかそれがちょっと緩和されたのか、なんていうか、別にその撮影時間気にしなくていいようになったのか、最近のカメラはね、その30分以上、動画が連続して撮れるっていうね、やつなんで、よかったんで、まあそれもね、この α7-3 の磁気型をね、待ってた理由も一つあったんですけど、バリアングルモニターとその連続動画撮影時間ね、もう画質は今でもう このカメラで僕はもう全然十分なんで、この2つだけはね、できれば新型でクリアしてたら欲しいなと思ってたんですよ。あとは値段の差とね、まあ今回買っちゃいましたけど、まあということです。ということで、これね、ウィンターキャンペーン、まあこれも概要欄にね、また載せとくんで、まあ僕みたいな同じような環境でね、悩んでる方いてたら、もしよかったらチェックしてみたらいいかなと思います。まあ、1万円2万円3万円5万円くらいまで組み合わせによって、カメラとレンズだね、特に α7-3 を買おうかなって悩んでた人には、まあ今回ね、多分初めて、このキャンペーン入っただと思うんで、ちょっとね、チェックしてみたらいいかなと思います。はい、そしたらね、今日はこの辺りで失礼しようかなと思います。まあ、中身がね、何があったかって、単に僕がこんなんいろいろ買いましたよってドヤ動画的な感じになっちゃってますけど、まあまあね、これからもこのカメラで次からね、頑張って撮っていきたいなと思います。バイクでうろうろするときは多分こいつメインになると思いますけどね、こいつね。で、 GoPro はね、もうほとんど使ってないな僕それもあれですね。 あとこいつね、ちょっと今ぐちゃぐちゃになっていろいろ試しちゃってるんであれですけど、これね、こいつもちょっと活躍できるかもわかんないですね、やっとね、こいつね、はい、こいつと、で、あとはそうまた終わるって言ってて終わらないのがこの動画なんですよ、僕の。こんなん作ってみたんですよ、これね。これ、こんなやつ、3D プリンターでね。これ何かって言ったら、まあ、胸マウントしてもいいし、胸マウントくらいかな、僕の感じのイメージは。ピークでデザインのキャプチャーのやつで、ここ胸マウントして、でこいつをね、スポット入れれるんですよ。ね。だから、ここでこうやって撮影しといて、まあ、なんか撮りたいときにスッとこう出していける。まあ、これも、この延長ロッド持ってる人にしか関係ないことなんだけど、うん、まあもうちょっとね、ちょっと改良の余地があるかなと思ってね、まあこんな感じで止まっちゃうんでね、ここはね、うん、これもピント合う？すぐ合うね、すごいな、合うわね、うん、なんかこれでこうただここにボタンがあるんでね、なんかあれかな、うまいことできないかなと思ってね、今ちょっと改良中です。まあ、これでも全然いいですけどね、僕自身は使うのは。
ね、はい、ということで、もう終わるって言って終わらないのがこの動画、本当にね、申し訳ないです。そしたら今日はね、この辺りで締めさせていただきます。またね、ご意見とかご感想あればコメント欄どうぞ入れてください。そしたら今日はこの辺で失礼します。さよなら。